ちゃ怒ってるね。おいで、おいで、おいで。一瞬乗ったけど。85ですね。おうちのと一緒ですね。はい。さてと。あ、本当だ。いっぱい入ってますね。触ってみてください。こうね、こう左右でこう押さえてもらうと。ザラ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 して。ザラザラして。そうそう。これでね、60% ぐらい。触ってみてください。本当だ。やめろ。わかりますでしょ。わかります。つぶつぶ。つぶつぶが。ザラザラして。うん。そうなんです。さてと、ちょっとだけ処置します。一応ちょっと、足はね、でもまだちょっと暖かさ足りんね、この子もね。あ、冷たい。ね、冷たいよね。だから、まだ積極的に保温しとってくださいね。はい、あの、手に乗せてさ、暑いっていう風になるまでは、何度くらいになってます？今、部屋の中が27、8度から30度ぐらいで、下に一応のパネルのヒーター入れて、箱で囲って、さらに布かけて、そうそう、何度くらいになってるんですか？今で30度ぐらいになってます。そう、たまに部屋出してあげるのは全然いいんですけど、あの基本ちょっと30度ぐらいのところにいた方がまだいいですね。日中は多分35、6度。なってると思う。日が入ればみたいなとこなので、ああ、そっか。それね、だけどね、気をつけとかんとさ、37度以上の温度差がつくとかえって調子悪くなっちゃうから、夕方早めに、夕方早めに4時ぐらいから暖房入れて、そうしてくださいね。30度ぐらいの、日が当たる部屋ってさ、すごい暖かくなりますもんね。なります。だからそうなんですよ。そこでそのままにしとくと気が引っかかって結構温度差がついてね、調子悪くなっちゃうから。でも中入れて、はい、はいはいはい、ちょ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 、あー、もうあんたさん、これね、まあそれぐらいは、はい、はい、はいはいはい、そんなに慌てないで。絶対手から食べます。お家だと食べます。そう、私がやっても全然食べんのだよね、この子。今日15分ぐらいずっと食べて。あ、やってます。食べました。鹿とさえさ、はい、帰る、はい、帰る、はい、帰る、はい、可愛くない。いかんの、なかなか難しい。怒ってない。いかんの、昨日帰って今日でしょ。それが 1,2,3,4,5,6、 明日までね、確かに薬その有効期限26に作ってるから、はい、1,2,3,4,5,6,7。 調子よかったら明日はお休みして、あの木曜日か金曜日か、あ、わかりました。その辺に見せてください。で、はい、飲み薬はもう今日新しく出しますんで、あ、はい、それで飲まして、はいよ。4回ぐらいやれると、うん、で、そう、あの、やれたら、そう、A の薬はまあ2回、最低2回ね、はい、やれたらでも3回、4回やっていただいた方がいいかなと思いますね。観察用紙はまだかけるから、はい、OK、わかりました。すいませんでしたね。ここだと食べないっていう子もいるんですね。います。確かにおかみは気難しい子多いんだよね。はい、じゃあこれは引き続きね。はい、ありがとうございます。はいはいはい、わかった。じゃあ今から作りますね。ちょっとだけ待ってくださいね。はい、ありがとうございます。それとさ、ジェーンちゃん、今度ぐらいに調子がまあまあだったら、もう既製口につけますね。